Thank you.
島唄、富澤豊さん編曲のバージョンの、式の説明をしていきます。よろしくお願いします。まずこの曲はですね、ありとあらゆる曲の中でもおそらく一番テンポの遅い曲の部類に入るのではないでしょうか。このようなテンポの曲をこう跳ねる感じの刻む感じの式で振ってしまうと1、2、3、4、この曲の雰囲気感とちょっと離れてしまうんですね。ですのでここにこうアクリル板があると思ってください。ここにこうアクリル板があって、そこにちょっと圧力を加えながらこう高校の文化祭に出てくるぶっとい筆みたいなものでこう図形を描いているような気持ちで振ってみると、このゆったり感が表現できていくような感じになります。歌に対する合図は、歌はほぼ4拍目から始まりますので 1、2、3 の振り上げ合図になります。 1、2、3 デイゴの花が咲きみたいな合図になります。はい、この曲は注意しないと、デイゴの花が咲き風を呼びみたいに変なところで切れてしまう傾向があるんですよね。特にこの最初の部分は書いてないんですけれども、このスラーがぐーっとこう引っ張ってあるような感覚で 1、2、3 デイゴの花が咲き風を呼び嵐が来たと、たっぷりのブレスで歌いたいですよね。はい、ですので指揮者も合唱団と一緒にしっかりブレスをとって 1、2、デイゴみたいに 1、2、3 タイミングで振り上げ&ブレスをとって、歌い手がしっかり息を吸えるようにリードしてあげてください。ところどころ2拍子が入るんですけれども、1、2、3、4、1、2、1、2、3、4みたいに結構この分かりやすく V の字を入れてあげて、合唱が孫つかないようにしてあげてほしいです。例えば1ページ目とかちょっと紛らわしいところがあるので、あ、ここは 2拍子じゃないのみたいにちょっと孫ついてしまう場面もありますので、楽譜にですね、自分の2拍子のところはなんか V の字をでかく書いとくとか、こんな感じ。はい、そうすると、まあ、見ながら迷わずに 1、2 というふうに2拍子が入れれるので、ぜひまあこれはおすすめします。メロディーが割と単純な構造をしている曲なので、ずっと同じ感じに歌ってると耳の方が慣れてしまうので、宇治の森であなたと出会いのあたりはこのメゾピアノのための部分をしっかり作ると、後からのサビの部分が生きてきます。宇治の森であなたと出会い、宇治の下で千代にさよなら、島唄みたいにぐーっとためを作ってからぐーっと盛り上げていくと、スケール感も大きくなりますから、最初から最後まで一本調子にならないように、このメゾピアノの部分しっかり変化をつけてほしいです。サビの部分は本当にこの可動範囲を目いっぱい使って、のびのびと幅広い音楽を作り上げてほしいなと思います。2番カッコのところ、歌がなくなる部分なんですけれども、ピアノに特徴的なリズムがきますよね。ダンツタッダンツタンディラララランツタッダンツタッディラララって、かなり刻むリズムが入ってくるんで、ここのところは結構このリズムに乗って1と2と3と4と1と2と3と4とみたいに、はい、このリズム感を生かした弾きをしていいんじゃないかなと思います。私がこの曲ね、指導するんだったら、ここのところ絶対合唱団なんかやっぱりやらせますよね。手拍子でもいいかなと思うし、なんかこの4小節をぼったちで過ごさせるのは本当にもったいないなと思うんで、まあ指導される先生によってはそういったことを好まない方もいらっしゃいますから、はい、ここはまあ指導される先生とちょっと相談しながら、なんか面白い演出をしてもいいところではないかなと思います。最後の部分、サビの繰り返しをしながらどんどん速くなっていく部分なんですけれども、一番最初のテンポだと1、2、3、4、1、2みたいに割とねっとりしたリズムになるんですけれども、だんだん速くなってくるに従って1と2と3と4と1と2と3と4とみたいにちょっと裏拍を感じながら、でラララランになってからは1、2、3、4、1、2、3、4みたいに
テンポに応じて、その振り方の間隔、1、2、3、4なのか、1と2と3と4となのか、1、2、3、4なのかを、ちょっと先ほどの動画を参考にしながら練習してみてください。大変このおおらかで明るく、それでいてどことなくちょっと寂しいような雰囲気も漂わせる部分もあるこの曲を、表情豊かに表現してもらいたいなと思います。はい、それではまた会いましょう。さよなら。どうもありがとうございます。1と2と3。